どうもすみません。新山記念の結果分析です。1着マテンローオリオン、2着ソリタリオ、3着レッドベルアームでした。まあレース前にも言ったんですが、とにかくこの日まで中距離の芝コースは前内断然有利っていうような感じで、外が伸びない馬場だったんですよね。ですからデルマグレムリンあたりはですね、最後伸びてきたんですが、やっぱり外を回った後方から追い込んだということで不利で届かずっていうような内容で、まあ素質の片鱗は見せたんで、次につながる競馬はしてるんですけれども、もったいなかったなっていうような感じはありますね。まあただやっぱりそういう前有利っていう馬場っていうことは分かってましたので、ソリタリオはある程度ポジション取れる馬ということで、まあ好意ある程度前目のポジション取れて、でクリスチャンデムロ騎手はやっぱり他のレースなんか見てても、まあ、道中うちに押し込まれないように1等分2等分でも外に出してっていうような形でスムーズに競馬ができるようにっていうことを心がけてますんで、まあ、さらに外に出すとジョッキーによっては足が溜められないとかそういうことがあるんですが、クリスチャンデムルク氏は自分の腕にも自信を持ってて、実際動かせるジョッキーなので、能力のある馬に関してはとにかく不利を受けないようにっていうような形でスムーズに外に出すことが多いですね。で今回に関してももう4コーナーの時点でもいい形で回ってきてて、でまあ普通だったら勝ってるレースなんですけれども、やっぱりこういう、まあ、内が断然有利で外が伸びないっていうような、そういったようなクソみたいな馬場だと、ああいうようなマテンローオリオンみたいに内の方で小細工して内からスッと抜け出したような馬が残っちゃうことあるんですよね。マテンローオリオンはですね、確かに能力があって直線瞬発力もある程度見せたんで、マテンローオリオン自体はいい競馬してるんですけれども、ただソリタリオと比べて横綱相撲をしてるのは完全にソリタリオなんですよね。ああいうふうにうちの方から小細工して抜け出すっていうような競馬っていうのは、前が開かないだとかそういったような不利を受ける可能性があるっていう、そういうリスクが大きいギャンブル性の高い乗り方なんですよね。で逆にソリタリオはギャンブル性の低い正攻法の競馬をしているということで、まあ普通の競馬だったらソリタリオが勝ってほしいっていうような内容なんですけれども、やっぱり小細工した馬が勝っちゃうっていうところは、今の中距離のその自力勝負にならないというか、ババが良くないということですね。それでレース全体についてなんですが、シーズ・ザ・デイが好スタートから逃げまして、で最初のサンハロンが35秒台前半で、1000メートルの通過が59秒ぐらいですから、まあスローペース気味の平均ペースっていうような感じではありますね。まあ中距離競馬場ってペースが上がりにくい傾向にありますので、まあそういうような感じになったんですけれども、まあでもそうですね、シーズ・ザ・デイ自体がですね、ちょっと調子を落としてるっていう中でもありましたし、能力があるまではないので、そういった意味では止まるだろうなっていうふうに思ってましたし、まあそういった意味では外差し少しは効く可能性もなくはないなっていうような感じで見てたんですが、まあやっぱり内有利な馬場で直線の入り口までは先行馬が引っ張ってたんで、そこでスッとマテンローオリオンの進路が内の方で空いたんですよね。あそこがですね、ちょっとワンテンポツーテンポでも押し込まれるような感じになっちゃうと踏み遅れみたいになっちゃうんで、いくら内有利な馬場とはいえ、マテンローオリオンはワンテンポツーテンポ抜け出すのが遅かったら踏み遅れで勝てなかったんですよね。でもあそこがスムーズに空いたっていうのは運の良さかなっていうふうに思いますね。それでは右の方から一頭ずついきます。ビーアストニッシド。ビーアストニッシドは、まあもっと前行く可能性あるかなとは思ったんですが、好意に控えるような形になってしまいましたので、どうかだったんですが、まあただ、内が有利ということで、まあ岩田康成騎手、最近はそんなには打ち付きばっかしするわけではないんですが、まあ以前のように打ち付きっていうような形で競馬して、まあそれでも、ある程度はいい競馬できるのが今の中距離で、うちの方から伸びはしたんですが、ただやっぱり多少強引な感じがありましたので、一瞬はある程度はいい足は見せても最後は甘くなっちゃう。これっていうのはやっぱり進路取りが強引で、打ち付きとかだとこういう風になりやすいんですけれども、まあそういうような形になってしまって、マテンローオリオンとかだと余裕を持ってスッと抜け出せてますので、最後まで足が残るんですが、ビーアストニッシとはもうちょっと後ろから多少強引な打ちのつき方になっちゃいましたので、足が続かないっていうようなところはありますよね。まあ、もちろん長く足が使える馬だったらあれぐらいな感じでもしっかり伸びたかもしれないんですが、ビーアストニッシドはですね、ちょっと
後ろの付け根周りの入りが浅かったりだとか、歩き方がですね、後ろ足が棒のようにちょっと動いちゃうようなところがあるので、そういった意味ではあんまり素足の持続性があるタイプではないので、甘くなった部分はあったかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとその足の使いどころが難しいタイプではありますんで、右回りとかの方が乗りやすいかもなとか、小回りの方が乗りやすいかもなっていうようなタイプではあるんですが、まあでも足の使い方次第ではうまくいく時もあるかなっていうような、そういうような、まあある程度は走る馬だなっていうようなところですね。ラスールはですね、まあやっぱり思ってた通り2戦目であんまり良くない変化をしてしまいましたね。同じ藤沢和夫厩舎で行くと、ダービー馬レイデオロの弟のレイエンダも一時期こんな感じになってましたし、あとはオーロラフラッシュなんかもこんな感じになったんですが、まあ、ちょっと友とか後ろが強くなってる段階の中でバランスが崩れちゃってて、やっぱり胴体部分とか付け根周りとか、まあ、いろんなところで弱い部分があるんで、そこをカバーするために後ろに頼っちゃう部分が、比重が大きくなっちゃって、で歩き方なんか見てみると、足と胴体がバラバラなんですよね。で前の出方なんかもただ出してるだけで、スッスッと力強く出てるっていうような感じでもないので、まあ、肩の方のボリュームなんかもないんですけれども、まあ、そういった意味で、まあ、決していい変化はしてなくて、まあ、新馬戦の時の方がまだバランスは良かったかなとは思うんですけれども、ただその新馬戦の時と比べて、まあ、多少そのスピードは上昇してるかなっていうような、そういう馬体ではありますので、新馬戦の時はちょっと反応が悪くて、まあ、そういった中で うまくいった部分があって、まあ、内容としては強くはなかったんですが、ためが効いたような内容だったんですが、逆に今回の方がスピード面は上昇してますので、もっとワンペース気味だったりだとか、スムーズに立ち回ってせこく立ち回るとか、そういうような競馬はしやすい馬体にはなってたと思いますね。まあ、ただ道中引っかかったっていうのもあったんですけれども、それよりも直線の入り口ですね、そこで外からセルバーグが内に射光してきて、和田龍二騎手制裁を受けたかどうかわからないんですが、あれはもう危険な騎乗ですね。それで押し込まれるような感じで内に入っちゃって、一旦ブレーキかけてしまって、あそこまでブレーキかけちゃうとゼロからまた脚力で伸びなきゃいけないんですよね。でその脚力がラスールにはなかったということで、スッと反応できなくて置かれちゃって、最後はじりじり伸びてたんですけれども、やっぱりロスが大きく響いたんですよね。まあ、ただ馬体面からいくとスムーズにいったとしても、よくて3着争いまでだったかなというようなところなので、全然1着2着の馬にはかなわない馬体ではありましたので、能力不足っていうところもまずあったかなというようなところですね。ただ馬体面のバランスに関しては少しずつ治ってくる可能性が高いので、ジャカランダは、まあ、後半なんかは、なんか制御が効かないような感じで、外の方に行っちゃったりなんかして、もう、競馬にならなかったな、というような内容なんですが、ただ、馬体面に関しては、バランスは結構いいんですよね。ですから、素質はある程度あると思いますし、まあ、ちょっと、張りとか気配は良くなかったんで、まあ、使ってた方がいいかな、というような感じではあったんですが、まあ、このまま、ダートとかどっかでいいところあるんじゃないかな、っていうふうに思いますね。アルチャレンジは、ま、肉付きは良くなってるんですけれども、ただ、なんていうか、体の使い方が不器用っていうようなところがあって、で、まあ、なんか、直線、4コーナーから直線の緩急が必要な場面でですね、スッとついていけないっていうところがあるかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ、レース前にも言ったんですけれども、この馬に関しては、後方から加速しだすと、じりじりと自分の足を使うようなところがあるので、それが徐々にスピードとかバランスが取れてきた場合だと、前残りじゃなければ、前が止まるような展開だったらいいところが出てくる可能性はあると思いますね。川北レブリーは、まあ、この馬はこんな感じでいいとは思うんですけれども、やっぱマイル以上を使ってくる馬たちと比べると、ちょっとメリハリというか瞬発力が足りないような印象になっちゃうんですよね。ですから1004以下とか、なるべく小回りとかの方が乗りやすいかなと思いますね。まあ、ただ、1008とか2000とかでもこなせる可能性はあるとは思うので、やっぱ中途半端なこのマイルぐらいで、スッと行ってスッと抜け出すっていうような、そういうキレのある動きができにくいっていうような印象はあるので、まあ、中距離ぐらいだったら逆になだれ込むとか、しぶとさ生かすとかできる可能性があるので、まあ、距離が持たないとも言えないタイプだとは思いますね。で、
後方からになって、とにかくちょっとパンチが足りないというような内容でもありましたし、ちょっとまだ左回りあんまりスムーズじゃないなというような感じもあるので、右回りの方がはまりやすいかなというような印象はありますね。シーズ・ザ・デイ。シーズ・ザ・デイはですね、後ろの付け根回り、腰回り、あの辺が細く見えたりなんかして、とにかくバランスが良くないので、ガタガタな感じなんですよね。ですから、逃げるスピードを見せてましたんで、バランスが良くなれば、いいところ出てくるとは思うんですが、現状ではとにかく後半持つような感じではなかったなというようなところがありますね。うなぎ登りは調子崩した感じ今までなかったんですが、今回は調子落ちですね。気配が落ちて、なんか張りなんか気配が全く良くないっていうような感じで、キレもなかったかなというようなところがありますね。ただ極端にバランスが悪いというわけではなかったので、後方からそれなりの競馬はしたんですが、でも前も止まらなかったですし、そうですね、左回りよりかは右回りの方が現状はまりやすいかなというような感じもありますんで、そうですね、コーナーからペースが流れるようなコースの方が乗りやすいと思いますね。レッドベルアーム。レッドベルアームは、そうですね、ちょっとずつ良くはなってるんですよね。ただ、動きがドタドタしたり、動きが大きすぎるところがあって、これがなかなかまだ解消してこないっていうのは弱いところがあるんで、体を大きく使っちゃうっていうところがあると思いますね。そういった中でも川田騎手が、そうですね、中段ぐらいからなだれ込むような感じでしぶとさを生かしてっていうような、次につながる競馬してますし、徐々に良くなってますし、厩舎がいいので、徐々にコンパクトな効率のいい動きができるようになっていく可能性あると思うんで、すごい大物かというとどうかなんですが、コバ G3 ぐらいで通用するような感じには成長する可能性あると思いますし、今後同世代同士だったら春ぐらいには追いついてくる可能性はあると思いますね。マテンローオリオン。マテンローオリオンは、イメージ通りというか、ちょっとコンパクトにまとまって溜めて直線一瞬のキレを生かした方がいいタイプかなというようなイメージになるんですけれども、心配してたのは、外を回るような形で正攻法になったら足がたまらずに自滅する可能性あるなっていうふうに思ってたんですが、スッと内の方に入れて前に壁作りましたんで、内の方に入れた時点で多分構想するだろうなっていうような感じでは見てました。ただやっぱり馬群の中に入っちゃうと運がないと前が開かなかったりだとか、特に後位の内にいましたので、前にいる馬っていうのは4コーナーから直線の入り口でスムーズさを書くと、もう手遅れになる可能性があるんですよね。踏み遅れになったらもう後ろからワッと来ちゃうんで、そういうリスクがあったんですが、直線の入り口で内の方がスッと開きましたんで、今回は運が良かったと思いますね。で、運が良かったにしても抜け出す足があったっていうのはこの馬の能力がありますんで、足さえ溜まればいい競馬ができますし、前走は最後方からポツンとした形で追い込んできて、最高にうまくはまったような感じがあったんですが、今回は行きっぷりなんかも良くて、いいポジション取ってっていうような、そういうようなスピードとバランスが取れ、行きっぷりというか馬のやる気もバランスが取れてきたような感じもありますので、ステップアップはしてるなっていうふうに思いますね。もともと先行もしてたりはしてたんで、また気分、その日の気分によっては後ろからしか行けないような日もあるかもしれないんで、そういうような精神面の不安定さは気になるんですけれども、デルマ・グレムリン。デルマ・グレムリンは、とにかくオルフェーブル産駒に似たようなタイプということで、ただ逆に言うと、そのオルフェーブル産駒っていうのは、不発もあり得る、そういうようなタイプなので、大掛けがあり得る反面、不発もあり得るっていうようなところがあって、そういうような似たような雰囲気があるのが、このデルマ・グレムリンですね。ただ、今回後方からになりましたんで、そこで武豊騎手、落ち着いて足を溜めましたし、直線外に出すっていうような形で、直線勝負という形ではいい競馬をさせたんですが、ただやっぱりとにかく中京が外が伸びない馬場だったので、他が止まらずっていうような形で、普通だったら3着は拾ってるような競馬なんですけれども、はまりきらなかったなっていうような、本当に馬場が最悪だったっていうふうに思った方がいいですね。それで、このデルマグレムリンに関してはそのオルフェーブル産駒と似たタイプということは、成長力も可能性としては高いところがあるので、そういった意味では、馬体面とか雰囲気もいいので、
今後期待できますし、化ける可能性はあると思います。ただその反面、やっぱりその乗り方が難しいというか、足の使い方が難しいところがあるんで、まあ極端な競馬していった方がいいんですよね。一旦貯めて直線勝負か、それかどっかで一気に動くみたいな競馬が合うタイプなので、あんまり器用に馬群の中から小細工してスッと抜け出すような競馬が合うタイプではないとは思うので、その辺を考えながら成長させていけるか、安定させていけるかっていうところになると思いますね。ジャスティンベル、ジャスティンベルはまあなんか力強さというかパンとした部分が足りなくて、もっとボリュームがあった方がいいかなっていうふうに思いますね。まあ2番手つけれたんですけども、やっぱ馬体面から通用せずに早めに脱落っていうような感じではありましたね。湘南アメリア、湘南アメリアは馬体面はそんな悪くないと思いますね。ただ前走なんかは横山和夫騎手がうまく乗ってたりなんかもしたっていうふうに言ってたように、まあちょっと後方から直線勝負で腹くくった乗り方なんで、もうちょっと走ってもいいかなというような内容ではあるんですけれども、やっぱりドタドタしたところがあるんですっと反応できなかったですね。まあさらに外が伸びないような馬場でもあって、追い込み不利な馬場でもあったので、まあもう少しパンとしてくれればよくはなるとは思うんですが、まだ時間かかるなというような内容ですね。モズゴールドバレル、モズゴールドバレルはまあ少しやっぱ作りすぎな感じになっちゃったので、もう少し余裕を持ってほしいなとは思うんですが、ただバランスは大きくは崩れてなかったですし、まあ、スピードとセンスのある馬体なんですよね。まあそういった中でやっぱりもうちょっとすんなりとした有利なポジション取れてればなっていうような内容だったので、まあ直線それなりの競馬はしてるんですけれども、やっぱり足が続かないというか、他の馬たちの方が長くいい足使えたなっていうような感じでもあったので、まあ、もうちょいそうですね、センスを生かしていいポジションを取れれば、まあ、結構重賞でも楽しみあるんじゃないかなというような感じの馬ではありますね。セルバーグ、セルバーグは、まあ、やっぱり作りすぎな感じから、まあ、少しバランスが崩れて、まあ、新馬戦の時の方がゆったりしてためが効いていいなというような感じはあったんですが、まあ、でも、まあ、徐々に良くなっていくんじゃないかなというふうには期待してるんですが、まあ、ただ、まあ、乗り方としてまあ、うちの方に切れ込んじゃって危険な騎乗を和田龍二騎手しちゃいましたよね。まあ、他の馬に迷惑かけちゃい、ラスールに迷惑かけちゃいましたし、まあ、とにかく馬もジョッキーも今回に関してはいいところがなかったっていうような感じですね。以上です。失礼します。